続きをですね、始めていきたいと思います。4日目ですね。なんか、チュンチュン言ってますね。あ、いいのかな。でね、ちょっとね、これとこれ、作り方、特にこれ、間違えてるっぽくてですね、どうやらこれはね、こういったとこに置いて、水、こう、下から汲むっていう井戸ですね。そういうイメージっぽいので、ここはそうなり得ないなと。で、ボトルエンプティアは、まあこれ、ボトルをエンプティにするってことなんですけど、ちょっとこれはまだ早いかな。なんかどうやって使うのかわからないんですけど、まだ必要ないかなといった感じを思ってます。でね、研究が今、一番多分大事なんだけど、研究得意な人いないから、遅いんですよね、今回。アップグレードでかなんでか。結構サクサク、不得意な人でも進んでたと思ったんだけど、今回は遅いよと。そうか。だから、研究施設二つ作ってみましょうか。ね。もう一個。これいいかもしれないね。で、ボトル、せっかくだからね、ボトルをこう、リキッドボトラーはこっちに。で、ここでどう置くんだろうね。もうちょっと、どっちに突き刺す感じ。こう置いてみこう。まあね、試行錯誤ですね。で、二酸化炭素ほんとやばいんですよね。だから二酸化炭素除去みたいの考えなきゃいけないね。ないんだよね。そう。そろそろ食料も考えなきゃいけないだろうね。よしよしよし、頑張ってるね。で、これ取って、これ取って、今更ながらちょっと分かったんですけど、これが溜まると次の人来るのかな？ね、この黄色いのが。ん？ここ勝手に伸びんのかなと思ったら、ここは自分で伸ばさなきゃいけないのかな？どうやら。かな？どっちみちできないんだね。難しいね。よし。ね、二酸化炭素の吐け口がないよと。ちょっと待ってね。じゃん、見てみましょうか。うわ。スライムは、すごい、こう、ジャーム、汚いんだね。なんていうの？感染しやすいね、このスライムのこの、変な、菌が。スライムラングがね。そうだよね。うん、スライムの胞子みたいのがあるんでしょうね。あと。これポイズンが危ないね。ちょっといろいろ考えていかないと。下にも水があるんだね。綺麗なんだよね。どうしよう。なんかさ、こう掘ってってさ、こういう感じで。ここら辺ディグっときますか。
よし。あ、リサーチ行ったかも。よしよし、次。次どうする？ファーミングにしとこ。よし。リサーチコンプリートね。で、今ファーミングね。よし。で、ここをこう通せばさ、あーっと、通せばさといけないよね、これじゃ。ね、これじゃいけないもんね。こうかな。で、ここディグっといって、こういう感じかな。で、うんこしてる、さっきこのジャーム見たんだけど、うんこしてるここがね、フードポイズニングの感染源なんだよね。それはそうだよね。汚いうんこがあるから。うん。だから、うんこしてる場所っていうのは隔離しないといけないね。こっち、なんか、水源の近くが嫌なんだよ。嫌なんだよね。ここら辺は切れそうだね。ちょっとこういうところをこうしようか。そうしようかな。うんこ隔離こっち。こんぐらいにして。これ何これ。お、スティームゲイザー。間欠泉ですね。どういう意味があるのこれ。ホットウォーターか。これ熱いんだろうね。うわぁ、40度のホットウォーターですね。どうやって使うんだろうか。お！ブリッジストーンだ、ここ。やった。今回は結構ブリッジストーンに近いね。だけど、窒素がね、ここに。あるんだね。やっぱり二人だとリサーチが早いことが分かりましたね。でね、パイプ。できたから、おっと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 。これでできんじゃないの？これパイプ。違うのかな？うん。なんか、違いそう。これ降りなきゃいけなさそう。もっと。まあ、ひとまず、リキッドポンプ置いてね。一番深いとこに。で、リキッドパイプを、こうやっとく？ここまで。ね、なんとなく。で、お水汲むには、結局、こんぐらいまでしか行かないんだね。そういうことだよね。これちょっと後で考えよう。よいしょ。さあ、皆さんは、ちゃんと寝れるかな？お、結構、いいね。アウジーは、だいぶあるね。で、だんだんストレスが溜まってきてるけど、トラボルドが、まあ、不潔系ですね。疲れたよって、疲れたよ、不潔系。全員同じだね。ってことは、トイレとシャワーを作ってあげると、結構いい感じかな。そうだよね。うん。ここ2段にしてもいいかもしれない。こういう感じして、
ここにシャワー作っちゃおうかな。でもそろそろ、そうか、シャワーとか作ると今度排水を考えなきゃいけないんだよね。これが厄介なんだよね。あー、リサーチこっちじゃないな。早く二酸化炭素取りたいな。どれだ？これかな？カーボンスキマー。あれ？カーボンスキマーみたいな名前だったっけ？前は。あと、ウォーターピューリファーってどこにあるんだっけ？これだね。ウォーターピューリファーか。どうしようかな。ファーミングも重要だけど、先にお風呂作ろうかな。みんな結構一生懸命回してやってるね。やっぱりもう一人ぐらい欲しいね。お、どこ行くんだ？回すんだね。結構電源使ってんだ。パワーは誰が使ってる？これと、これとこれとこれか。一番酸素か。これが結構使ってるね。そうだよね。よしよしと。さあ、どんな感じかな？お、水を取ってますね。水を入れてんのか。ほうほう。実際一人がこう動いてる感じだね。お、寝ちょっと。そっかそっか。突然寝ちゃう人なんだね。まあ、リサーチガンガン進むといいね、これで。よしよし。ほうほうほう。を入れるんだ。なんでかわかんないけど、土を入れるんだね。よしよし。よしよし。おー、入ってったぞ。大丈夫かな？なんかいっぱいいろいろやってるよ。嫌な顔してるね。取って。よいしょっと。ちょっと早めに送ってみますか。よし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 。よし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 。さ、最後。作るかな？なかなか作んないのかな？ガンガンやって、二酸化炭素、酸素不足だね。結構研究がね、いい感じでいきますね。ちなみに今回ちょっと早送りを、採用してみようかなと思いますね。あんまり乱発はしたくないですけど。あともう少しだね、研究が。ね、こう見ると。あ、もう少しだね、あと。ん？二酸化炭素濃度結構上がってる。ウォーターピューリファーも必要だけど、
ここら辺も必要なのかな。